も喋れないんですけど、ちょっとでもなんかこう、楽しんでもらえたらなと思って。内ももの部分。ああ、内ももですね。それもね、51の内ももっていうのは、おじいさん違いですね。ネットネット。これがももなの？包丁にね、まとわりついてこう、ひっついちゃって、ね、もっちもちっていうか、ボリュームね、今日両方ですね。今日も無理やり押し売りみたいに、はい、日本一、まあ、世界一ですね。そうなんです。まずは、昆布締めにしたお作りから。ちょっとなんか今までなんか食べていただいてた牛肉とちょっと感覚違うんですね。これが本当の鹿島牛というか神戸牛のメスですね。翡翠豆、これをちょっと昆布のお出汁でね、ちょっと甘くしたもんです。
今日の神戸ビール、スナッパー頂戴明日に、はい、どういうふうに作っていくかっていうのはそこからね、やっぱ50まで到達するとちょっと別格、別にスペシャル感じた。
叩きですけどね、僕のもスペシャリティです。昆布締め、強い昆布締めにしてから炭で炙ってます。まずはお塩とわさび、その後は辛子醤油。グリルド昆布ディープ。必須の方法です。この部分から油を取るかっていうことなんですけど、ちょっとステーキの上に焼く前にこれ1000度、1000度ぐらいまで温度上がってるので、多分炭のね、だからちょっとコーティングするんですよね。コーティングしないわ、焦げる、焦げるっていうのはちょっとコーティングするんですけど、このお肉の側入る前に温度はどう、常温ですか、ちょっとレアな感じでしょ。ていうか、まあレアは加減なんで、あれですね、大体ね、こうやって空気を焼く人焼く人のこの感覚が、僕はこう中心温度計、タケノコですね。こちらに醤油塗りながら香りよく仕上げて、上が木の芽です。今日は京都の塚原のタケノコです。京都の塚原、もう日本一じゃないですかね。マスター、あ、自分マスター違いました。大丈夫ですかね。大丈夫ですね。香りがいいです。辛いってなりました。いうことは話せないです。それが全然ないですね。まあ、長い期間育てるようにしてるんですけど、それはやっぱり餌がすごい人気だったので、だからもう無理やり大きくしたりもしないで、あげちゃうっていう、ね、普通ならね、こんなシナイフとフォークです。だから手で掴みで食べちゃいましょう。すごい。カレー系の油は育てた油、育てた油ですね。ちっちゃい頃からこう、ね、お家で天ぷらだけっていうと、肉の天ぷらがほとんどです。毎日こういう包丁で切って作ってます。すごい、すごい。生姜をの塩漬けの魚を召し上がれますので、大丈夫です。はい。わあ、綺麗。スープが今日の牛のお出汁のカツオと昆布のセットです。まずはサーロインからですね。
サーロインからですね。最高のステーキになりますように。どうぞ。お召し上がりください。ここがベキシャトーブルの。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。